竹地か。いや。小杖の作る飯がいつも薄味だから。マヨネーズ天国だぜ。そしたらそれがバレて。大体お前の料理が下手くそだから。頼む青山、小杖の機嫌直すの手伝ってくれ。わかりました。悪い、待ったか。別に。エオ、猫は人を癒してくれます。きっと怒りも静まります。静まるどころかますます怒った気がするんだが。この前の件はすまなかった。せっかく作ってくれたのに。そうよ、私の料理が薄味なのは下手くそなんじゃなくって、聖護の健康と将来を考えて栄養を計算して作ってるからよ。お詫びと言っちゃなんだが、これ。聖護がプレゼント。少しは私の気持ち分かってくれたの。プレゼントだと。はい。何これ。下手でも努力すればきっと上手くなる。いらないわよ、バカにしてんの。次のプラン行きましょう。さあ来い小杖。私がサッカーであんたに勝てるわけないじゃん。フットサルだ。一緒に体を動かせば仲良くなれる。それがスポーツです。なんで薄味の料理を作ってたと思う。なんで同じ学校に入ったと思う。少しはその気持ち分かってよ。二人とも元気が出てきたみたいですね。本当は知ってたよ。聖護は私のことなんか分かってくれなくて、この人はきっとこの先もこうなんだ。お弁当作ってきてるから。うめえよ小杖。腹減ってりゃ何でもうまいっしょ。バカー。もう絶対別れる。よいしょ、どこ行くんだよ小杖。